RT-23 モレデッツは旧ソビエト連邦が開発した大陸間弾道ミサイルである。DOD 式別番号は SS-24、NATO コードネームはスカルペル。作戦行動中の RT-23 の創造図 RT-23 にはミサイルサイロから発射されるものと専用の列車に搭載して鉄道を移動できるものがあり、サイロ発射式のものは ur-100n との置き換えを目的としていた。鉄道移動型は、ディーゼル機関車によって牽引される、運搬、発射装置及び発射管制室、運用要員の居住室、超長,長距離無線設備、電源設備までを揃えた列車編成で、地上の弾道ロケット潜水艦と呼ばれ、鉄道を用いて移動することによって、位置を取得し、敵国の潜水核攻撃から逃れて、 報復反撃能力を維持することを目的としていた。ミサイル本体は三段式で前段に固体燃料ロケットを採用し、コールドローン地方式で発射される。弾頭部はマーブで三段目上部に550キロトンの核弾頭を10個搭載。射程距離は約1万キロメートルに達する。冷戦竹縄の1980年代のアメリカ国防総省による 想像図などでは、能力色に赤い星を塗装した長大編成の列車がシベリア鉄道での作戦を意識したと思われる陶器の新葉樹林でランチャーを直立させた、驚々しい姿が描かれていたことで知られている。1987年より配備が開始されて、運用されたが、モスクワ条約にのっとり2005年までに全廃を完了している。ありがとうございます。